お疲れ様です。コーレムです。じゃあまた今日も続きをやっていきたいと思います。ロードゲームですね。はい。ほんで、これやっぱ最新ですよね。はい。うん。で、また家にね、戻って、まあいつものごとくセーブしてるんですけども、サボテンに喋りかけようか。はい。語りかけると。お茶もいいよね。だんだん雑なってるよ、コメント。はい、そうですね。お茶もいいよね。うん。俺はコーラ派やけど。はい。あ、まだ日記書いてますね。よし。で、またどっちか連れていこうと。まあ、バドばっかり連れていっても、まあ、普段やったら俺絶対強い方しか連れていけんねんけど、絵的に両方連れていった方が面白いから、この女の子の方、コロナですよね。今話題の連れていきましょうか。私は行きませんか。正直言ってバドよりは疲れると思うんだけどな。いや、バドまあまあ頑張ってくれてたね。うん、まあよ。はい。グッドですね。お前、ルー大芝かも。よし、行きましょう。はい。で、今日も、まずワールドマップ戻って、で、またね、アーティファクトのサンゴの食材やったっけ、なんかそんなやつを置いていこうかなと思います。これですね。サンゴの食材置きましょうか。サンゴの食材は水場の近所に置きたいねんけど、まあ、ええかも。まあ、ええ、なんか、わからんかった。置けるのこれってか。置くとこ少ななってないなんか。置かれへんようになるとかあったっけこれ。やばない前は。とりあえずこう置くわ。はい。あ、まあまあ、結果水場に近いんで、よしとしましょうか。おー。なんかトロピカルな場所ですね。マドラ海岸。これもなんか、うっすらやけど、覚えてますね。さあ、どうなるんやろね。おお、トロピカルな音楽。愛しのワレリ、足はお頭を裏切ることはできないでやんす。また船に戻るので、愛しのデイビッド。うん。すまねえ、ワレリ。下っ端の海賊に自由なんかありゃしねえんだ。うん。てん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 。いいの。海賊に恋をした私がいけなかった。なんかいきなりラブロマンスが始まってますね。ほら、デイビッド見て、カニよ。お前らも同等の生き物やけどね。あの、海産物であれしたら、あ、でもまあ食べへんか。ペンギンお前ええから早く進めろって感じだな。カニを、あは。うん、そうやな。ああ、カニでやんすね。何匹いるかになんてね。デイビッド、私ね、どうかしたでやんすか。いいの。一人で温めるから、あなたは船に戻って。温める？あ、卵。妊娠したってこと？妊娠ませんか？うん。温める。卵でやんすか？卵産んだでやんすか？何を満たされてる？砂浜のメモリー。なんかサザンの曲でありそう。チューブでもいいけど。何やこの顔に。なんか覚えてんぞ。お、めっちゃ潰せるやん。かわいそうなね、ことはね、私はしたくないですよね。向こうがぶつかってきたんで、しゃあないですよね、これは。あ、いきなり戦闘かよ。あ、ちょっと待って、もう、見えへん、ヤシの木みたいなやつ。明らかに武器弱いな、これ、ほんまに。まあ、あいつも魔法使えんねや。なんか、ファイタータイプかなと思ったけど、違うんだよ。なんか、何個か前の動画で、なんか、この兄弟、死んでる？なんで？え、頑張って。もう俺どうしようもないから。ちょ、頑張って。何逃げてるの？やれよ。わ、死ぬんかい、こんな頑張って。まだまだ戦えるわ。そうやな。じゃあもうヤシの木が邪魔で、無理。多分、未だにブロンズランスとかで戦ってんのがもう間違いないよ。このカニが意外と強いな、今度。もうこれやるか、いつもの殿下の方法、スターダストすごい。よし。
来たよ、これ。おお。え、めっちゃ増えた、めっちゃ増えた。めっちゃ増えて、ほんで、どうなってるのこれ。なんか取り忘れてるってこと。お、なるほど。まあ、全部取れたのかなこれで。うん。丸ごとも済ませてたわ。ちょっと待って。はい、すいません。ここはまあ見通しいな、まだ。俺このクラゲみたいなやつやるわ。お前そっち頼むわ。そう、よくわからん生き物。殺しといてくれ。よっしゃ。見えたらな、別に大したことないもんな。めっちゃボコられてるよ、めっちゃボコられてる。助けに行くわ。ちょ、もうヤシの木とかぶらんといて。めっちゃ見づらいから。あ、ちょ、あ、こいつめっちゃ取ってくるな。あいつ結構空気読んで、なんか俺まだ好きだもんな、バドの方。いいっすけどね、経験値ね。うん、で、あ、なんかこの緑の、なんか槍持った魚覚えてる、なんか、めっちゃ可愛いズシオマンみたいな。なんか、海のモンスターって絶対トライデント持ってるよな、この三つ股の槍みたいな。これなんなんやろな。やりがちやんな。お、ちょっとやばいで、俺。まだ2匹残ってるやん。そうそう、それやって。うん。なんかやって。もう強いな、これ。え、強っ。お、めっちゃ、お前めっちゃガッサ取るやん。さっき、ええ、言うとったやんな。あ、なんか、あ、まあ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 、こんだけ取ったらええやろ。まあええわ、十分やん。よっしゃ。これ、毎回思うけど、経験値の話、すぎやんな。これ、潰せるタイプのカニちゃん。イェーイ。はい。いた。え、ちょっと待って、下行けるけど、こっちも行けるな。上の方がいいんかな。待って。上行ったら出てまうから、ちょっと下気になるから、行っていいですか。で、行きますね、勝手に。僕の独断と偏見で。下何あんねやろ。まあ、敵出てくるよね、そら。バブル光線みたいなの変えてきたからです。やばいやばいやばい、経験値がやばい、経験値じゃない、ヒットポイントがやばいことになってる。とりあえず一匹倒した。お前そっち何とかせえや。やばいやばいやばい、完全にやばい、完全にやばい。あ、いたことした。やばいやばい。ピコピコうるさいな。あぶないぶないぶない。アップな、いらんことすなよ。おー、レベルアップした。なんかいつも戦いなんかキリッキリやん。トゥルースピア、これ装備できんじゃん。ちょっとやってみていいですか。アイテムアイテムアイテム、あ、ちゃうわ。はい、最終的にまあこういった形になりました。トゥルースピアめっちゃ強そうっすね。だいぶ上がったと思いますよ、これ。はい。じゃあ、進めていきますね。はい。いや、めっちゃやりやすい。やばい。聞きやすさが全然違う。え、強っ。最初から、ちゃんとやっとけばよかった。はい。これだから、僕が下手なのももちろんあるんですけど、ずっとブロンズランスでやったんで、そら無理やろっていう話なんですね。で、ここを行って、あ、なんか強そう、ウーパールーパーみたいな。あ、なんか NPC が勝手に倒してくれた。で、またこのカニのやつか。もうなんか、何回もやると飽きるな、これ。で、イーストエンドビーチ、イースト東やな。まあ、右行ってるもんな。レベチで強まってるやん。武器で。
あいつ割と経験値がっつり取るような。まあ、いけると。うん。俺さっきから経験値の話しかしてなくない。イーストエンドやからここで終わりなんか。今度はまた戻らなあかんね。うわぁ。こっち系のやつか。だからもう戻るけど、こっちもなんか階段あったもんな。これ行ってみる。プリンスビーチ。この組み合わせあったよな、なかった。やばい。もう全然レベチで強いし、武器変えたら。これめっちゃ楽やねんけど、武器変えたら。ほんまに。もう、世界変わったわ。何が何匹出てこよう。もう全然もう、得することなくできるわ。ちょっと待って、最初経験値あって。レベル上げ大事ですからね。これ取って、んで、こうやって、もうほんまに楽。武器変えたらほんま世界変わるで、これ。なんか戻るやん。何がしたいんやろ、これ。キングスケープ。なんか行ったんやとかある、これ。強っ。こうやって見たらやりリーチ長いからいいですよね。強かったら全然ね、使えますもんね。これは降りられへんね。おっしゃ。なんかでも特段あれやな。なんか今回、話すことそんなに、なんか、ないな。喋れよって、ね。それを実況と呼ぶなよって。あ、あれ？うせやん。ボスおるやん。え、どういうこと？ここいなさそうやったの。強そう。やっぱマガマガしすぎるやろ、これ。これ、何なんこれ。カニ？カニって思われへんわ、見た目してるけど。これランサー入んじゃん、マジで。ランサーって全然入れへんな。俺が下手なんやろな、多分。もう、スターダスト、何やったっけ、スローにしとくわ。え、な、これ勝ち目あるやん、普通。え、てか、やり強すぎるやん、これ。変えたら、ほんまに。なんとかランス、トゥルーランスやったっけ。トゥルーラブみたいな。あ、やばいやばい、なんかやる。ほら、お前、それ言った。あ、俺も入ってもだ。え、てか、あんまり残ってないやん。経験値じゃないわ、ヒットポイント。これやるわ。ちょ、なんとか買ってくれ。いけるやろ。あ、買ったわ。あ、でも。お前、そのまま寝といてくれ。経験値俺が取るから。ごめんな。なんかごめんな。うん、あれ？なんか奥に宝箱ありましたよね。え？関係なくない？なんか。話進んでるやん。てか、宝箱取りたかったんやけど。もう君を離さないでやん。二人はずっと一緒でやん。うん。もういいの、デイビッド。辛くなるからやめて。何を言うでやんすか。足が海賊やめない限り二人が一緒になれやしん。だったら迷うことはね、海賊なんざすぐやめちまうさ。船に戻って、子供の頃のあなたは、足は広い世界が見たいんでやんす、やんすキャラやんな。って、毎日のように言ってたわ。覚えてる？うん。そうなんや。覚えてるでやんす。足もガキでやんした。現実を知らなすぎたでやんす。海の怪物をなぎ倒してお宝をたくさん持って帰るでやんす。マレリちゃんが海で怪物に襲われないように足が残らず怪物は倒すでやんす。確かにそう言ったでやんす。しかしマレリ、さっき卵はどうした？うん、違うの。いずれ卵を産んだ時の話をしただけ。バカでしょ、私って。笑ってもいいのよ。私バカよね、やん。マレリ。寄らないで。あなたのこと嫌いになりそうよ。もう言ってちょうだい。ワレリ。足は必ず戻るでやんす。10年後か20年後、100年かもしれねえ。ペンギン100羽を従えた海賊の頭になって帰ってくれるでやんす。海賊王やな。うん。はい。それまで忘れるなでやんす。今日この日のことを覚えてやがれでやんす。覚えてやがれって何やんけ。
覚えておいてね。アッシュが戻ってくる日は、世界の海から魔物が一匹もいなくなった日である。あばよ、柳沢慎吾や。デイビッド。ん？ああ、これこの人に喋るのか。デイビッド、私、海賊に追い回される生活なんて耐えられない。卵は私一人だって。あ、やっぱり卵あるんや。俺なんかそんな予感してたけど。うん。我よりめっちゃ、あれやな。なんか献身的。うん、なんか難しいな言葉。二人の幸せのために。フランス鋼鉄、これなんか素材やろ、首つく。うん、アーティファクトは手に入りませんでしたと。いうことですかね。海のメモリー終わり。このカニの顔。今日一おもろいやん。はい。ということでですね、サンゴの食材を、アーティファクトとして置いたらマドラ海岸ができて、謎のラブロマンスを見せられて終わったと。しかも、なんかボス倒すことで、そのラブロマンスが進むっていう、なんか、今までで一番わけわからん展開だったんですけど、まあまあ、いいですわ。はい。次なんですけど、まあ、もう説明せんでもわかると思うんですけど、まあこれね、アーティファクトまだいっぱい持ってますんで、いっぱいってそんな持ってないか。まあもう3つやね。で、砂花が多分最後にもらったやつなんですね。で、瓶詰めの精霊とか、錆びた怒りとかあるんで、まあ次は砂花をね、置いていきたいなと思います。皆さんどうもありがとうございました。また次回よろしくお願いします。